小池徹平です。私は三池隆です。違います。堤幸彦です。いやーまさか、はい、てっちゃんねるに、はい、堤幸彦監督が、ね、舞台出ていただける日が来るとは。舞台で天草四郎やなきゃ。そうなんですよ、ゆかりの原城に。一応南島原ということなんですよね、はい、非常に歴史的に意味のある場所なんで。こんな贅沢なことないですよ、役作りで。どんな騒ぎですか。そうさすが。若干逆光だ。はい、チーズ。チャンネルらしくない真面目な感じなんですよ、これ。もう行った方がいい。行った方がいいですね。メインこっちだからね。ごめんね。遠目からね。邪魔にならないようにね。分かってますよ。大変な騒ぎだな、これ。どんな騒ぎですか、これ本当に。めっちゃ楽しそう。コロナ禍で舞台をこう中止になるっていうことも経験してますし、普通の舞台立つまででも大変なのに、今この状況の中でその初日の幕開けるまでの大変さというか、またちょっとさらに上乗せされたっていうことなので、もうやれることをやるだけっていう感じですかね。はい、ポスターのポーズしてるじゃないですか。すごいね、本当にこうなんか生で見ると。一緒に同じ格好してもらっていいですか。そう、さすが堤さんのリクエストで今同じ格好をしています。ちょっとてっちゃんねるさ、贅沢じゃないですか。今からですね、はい、フェリー乗って、はい、このバスごとずっとバスで移動してきたんですけど、はい、こっからバスごとこの船に乗りまして、はい、天草の方に行きます。私ね、何度も言いますけど、今度天草四郎を演じさせていただくということで、今からその天草にある天草四郎ミュージアムというところに行くんですよ。でそちらの方でいろいろその天草四郎という人物をこう自分の中でどんどんこう膨らます材料だったり。あれ、ちょっと待ってください。だいぶ真面目じゃないですか今日は。いや、そうよ。たまにはさ、どうしたんですか。何チャレンジですか今日は。何分間チャレンジですか。3分間天草四郎チャレンジ。お、じゃないのよ。あ、違うんですか。今回そういうのじゃないのよ。なんか生きんのよ、てっちゃんねるチームは。この今僕が撮ってる動画もどう料理されるかわかんないですからね。それでもマスク逆じゃないですよね。それ大丈夫ですよね。ジャンプしたらもう船ですから。まあ、じゃあ撮ってください。それクルーに任せますよ、動画これ撮って。足元やジャンプは。はいはい、いきます。ズーム今日は言ってくるな。はい、お願いします。はい、いえいえ、なんでやはい、お願いします。はい、せい、どうよ、このチャンプどう。いなんか番組が変わってくる。ちょっとどうですか、てっちゃんねるにしてはさ、できすぎた旅番組みたいじゃない。いつもの感じじゃないですね、あのな。天草四郎ミュージアム。え、なんすかジングル大好きみたいなやつですか今急にてっちゃんねるらしさも残したら、こういうこともやるから。すごい、こちらです急によかったですよ。どうでした、なんか撮影できんもんね、なんかねいや本当にね、 YouTube 対 YouTube 遊び心がすごいんですよ。最先端ですねこれあ、これか。あ、またちょっと違うポーズ。本当ですねこうね、今日は一日がっつり向き合えたかなという気はしてまして、始まってみないと分からなくて、よりワクワクしたという感じですよね、はい、本当に、はい、いい時間でしたし、天草四郎、あの本当に皆さんがこう楽しんでもらえるように演じられることをこの夕日に誓いたいと思います。後でインスタとじゃあ今あの同じポーズしますどうぞお願いします
いいね、いいね。さあ、てっちゃんねる。ました。どうでした？いや、今日一日ね、ちょっと、まあ、これが本当はてっちゃんねるなのかもしれないですよ。こう役作りの段階をこう取っていくっていうのもさ、なんか今までなかったなって思って、そうですね、新たな一歩と言いますか。で、これが本当に興味持ってくれた方が、あ、ちょっと見たいなと思ってくれるかもしれないじゃないですか、はい、役者が役作りのところから見せるのは今までないと思います。あんまりないよね、はい、なかなかこういうやっぱこういう地に来て、うん、その空気を感じてっていうのはなかなかないやん。贅沢じゃない。だからまあ必ずいいものにしたいなという思いは本当に強くなりました。はい、今回こういう旅に付き合っていただいて本当に皆さんありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、小池徹平でした。天草四郎頑張ります。